佐賀江高弘は、戦国時代の武将、佐賀江氏十五代、佐賀江城主八代、佐賀江宗広の正室の子として生まれる。永正元年二歳の時、父の死によりおじ、宗津名が仏門に入っていた、昭和に昌心を後継に押し、またもう一人のおじ公寺家とその養子公説は、正室の子、孝弘を押した。この後継者争いに1504年も上氏を継いだ。 もがみよしだが介入し三度も攻め寄せたが、白井は三つる左、沢三つる白井は三つらの団結により撃退した。この時の兵乱によりジオン寺が消失している。後継者争いは結局、叔父、宗津つ昭和に昭和が葬られ、高弘が、永昇二年三歳にして、佐賀市を継ぎ、もがみ市とは和睦した。 幼少の間は、おじこうじかが失勢として、政務を取り仕切り、こうじかは、英少年中に没したという。高博の姉妹は、中野市、山野辺市に嫁いでおり、山野辺市と間の娘は、もがみ貞定に嫁いで、もがみ思想家とも間接的な遠戚関係となった。英少五年消失した寺温人の仮本堂が、再建された。越後国主後上杉貞座が義父、岐阜。 上杉夫妻よと戦い殺害すると、夫妻よの兄関東官霊、上杉秋貞は、永正六年報復として、越後に侵攻する。この時、佐賀江高弘にも激文が届き、援軍を送ったとされる。永正九年省内大宝寺氏と、砂、腰氏が争うと、勝者の村山地方への進出を警戒し、もがみ貞が、佐賀江まで軍を進めた。十一年、 伊達種宗が、もがみ市領内に侵入すると、佐賀市は、もがみ義貞に援軍を出し、長谷堂で戦闘となって、立岡、長泥、山部式部と共に、宗家の吉川清近が討ち死にしている。翌永正十二年、もがみ市と伊達市の和睦が成立し、種宗の妹が、もがみ義貞に嫁ぐこととなった。この和睦の仲介をしたのは、佐賀市一族の白井は光鶴であったという。 永正14年15歳となった高博は、紀州熊野へ参拝した。往復125日の旅だった。同年、伊達種宗が、足利義種の上落祝賀のためとして、多額の新物を送り、官僚、細川高国を通じて一時配慮を願い出て許され、返記を受けて、なお種宗に改めるとともに、高博の父宗広が称した左京大部に任官された。 英正十七年最上義帝が、死死のないまま死去すると、義帝未亡人を介して、伊達種宗に影響力を行使されることを嫌った。諸将が反旗を翻し、伊達氏と最上氏の対立が起こる。種宗は、八九の勢いで、上山、山形、天道、高玉を落とし、高玉では、援軍として赴いた佐賀氏の家臣七名が、捕虜になっている。翌英雄18年、 伊達田根宗は、加西、相馬、岩木、会津、宮城、国武市、西条の軍勢を集結し、高瀬山から八万元にかけて陣を敷いた。一ヶ月に及ぶ、退陣の間に、伊達氏と佐賀江氏の間で交渉がまとまり、戦火を交えず、伊達軍は引き上げた。大英六年、伊達岡義介の娘をめとり遠跡関係となる。同年四月大沼大公院で、 芝教師より入った、両閣が、専属用の石踏みを混流し、高博に対して披露した。高博は、東苗伝を与えた。翌大英七年病を得て二月一日に没した。数え二十五歳だった。子は女子しかなく、蝶兄で仏門にあった、北見公栄が講子と改名、原属し跡を継いだ。没した、大英七年、高博名で、 大沼大公院の再建が行われている。なお、将軍地蔵を祀った地蔵堂への信仰が極めて厚かったため、没後ここに葬られ会期旦那とされた。元画六年新州須坂広告寺旧世葛浦岩、乱殺市長将が要衆院の解散所制となった。安中房警府、安中房警府、佐賀江市市大江市並びに関係資料 P104, 立岡光重茂の祖父。 佐賀江大江氏、P97 から98佐賀江氏市、編参委員会、2001、ピアニッシュも701、あんなかぼ佐賀江氏市大江市並びに関連資料 P104。この返記、民間の申請は、将軍吉田根は拒否する意向であったが、他国の判断で認められ、後日両者の関係を悪化させる一員になった。山野部夫人の名がこの頃出てこないことから、 子などがなく、影響力が皆無であったと思われるが、佐賀江氏は、もがみ側についている。伊達政党四次港、高谷修理介、高谷区内昭友、高春、里目、右京の心、富沢太郎三郎、安彦薩摩、安彦、匠介、鈴木さぬき。佐賀江氏市上官ピアニッシも、714、天文本大江系図大沼太鼓院系図。 佐賀江市市大江市並びに関係資料 P198AB 小池県山形西条市と中野市佐賀江大江市吉光のゆかりを探る。ありがとうございます。